っていい。こうなんか左に行きますよね。いや本当にこれすごい。だから OB にした方が暫定球絶対これ方向チェッカーで本当はこう鎖とかついてないですけど、セルフチェック自分でするときにこう上から見ても実際わかんないですよ。後ろから見ないと。で、はい、こうしたら向いてる方が自分で転んだところに垂直に落ちるんで、ああなるほど、わかりやすいように。ああそういうことですね。でこう目標として通常平らだとまあこれぐらい。でこの時気をつけないといけないのが、遠心力がヘッドにかかるとトゥーダウンって絶対するんですよ、力学的に。なんで普段構える時はちょっとだけこれ左に向くぐらい、うん、じゃないと振ってった時にスクエアにならない。あでこれがつま先上がりとかってこういうな風になってるんですよ。あ、はいはいはい、極端に言ったら、はい、だからリーディングエッジを真上から見るとまっすぐなのに、あ実際面は左向いてる。左向いてる。だからピンより左にも向けた状態、かぶせた状態で打ってるような、なるほど、状態になってるんですよね、つま先上がり。じゃあここで、あ今あのつま先上がりの状態でショットを打つことをちょっとまあ聞いてるんですけど、つま先上がり体も足も止まりやすいんで、あフェースを開くときに、はい、こういう風に開いちゃうと、はい、ピッて返っちゃうことがありますよ。あ、はい、グリップエンド側が先にこうハンドファーストで当たってほしいんで、はい、このシャフト軸を中心にハンドファーストするとフェース面で右向くんです。で、そういう感じで、え、そっちの方がいいってことですか？そっちの方がインパクトの時のスクエアは取りやすい。じゃあいつもこうやってパッて構えて、このここからこう入ってる感じのまま固定してこう開くと、ロフトも全部見えるし、逆に引っ掛けやすくなる。あ、ハンドファーストでやってる。ハンドレイトのまんまっぽくなる。ああ。じゃあ開き方が重要。ハンドファーストって左に行かさない。フェースが被ってこないようにするテクニックです。こういうことですか？そうですそうです。ああ。開きます、ね。これが少ないとやっぱ左に引っ掛けやすい。だからショートアイアンなんかを。まっすぐ、まずインパクトでハンドファースト取れとけばいいんですけど、で引っ掛けが多いって悩んでるのにここをまっすぐしてると、特にショートアイアンとかは重心角があるので、フェースピュッと返りやすいんですよ。重心角っていうの？重心角っていうのは例えばこう並べた時に垂らした時にフェースがショートアイアンの方がこっちに入ってるんですよ。あ、そうですね、確かに。あ、5番アイアンとかだから本当2番アイアンとかになってくると、すごくここまっすぐに近くなってる。まっすぐではないですってなるとどうなるかっていうと、振っていくときにゴルフってスイングは円軌道じゃないですか、斜めの。なんでクラブヘッドに遠心性の力が、遠心力がかかると一緒の現象が起きやすいんですよ。頭爆発しそう。遠心力かかると閉じやすくなる。ああ、うん、はいはいはい、まっすぐよりこっちに来てるクラブの方が。ああ、はいはいはい。だからロングアイアンとかはちょっと捕まりづらくなる。あ、だからウェッジは捕まりやすいよ。ショートアイアンは左に行きやすいのはクラブの構造上、重心そうです、ね、が、ロングアイアンより、かぶってこう入ってきちゃうから、遠心力かかった時にインパクトでビュンって入りやすくなるのを、じゃあどうブロックするかっていうと、ハンドファースト、これが取れてないと左に。あ、これ逆も言うんですか？え、ウェッジの方が捕まりやすい、ロングアイアン、5番アイアンとかの方が捕まりにくい。で、捕まりにくいとハンドファーストをやめれば捕まりやすくなる。なへぇ、ハンドファーストが強い人は捕まりにくい。右に行きやすい。あ、5番そんな結構あります。ちょっと話取れたけど、でもいやでも、全部そこは繋がってるんで、ね、理解は絶対必要だと思う。それ力学っていうんですか？あ、自然と左側にボールが行くね。そうです。で、あと長さも違うじゃないですか。納得した。いや、これめちゃくちゃ気持ち悪くて、なんでこうロフトがこうやって寝てるクラブなのになんか捕まりやすくなるってどういう意味だろうと思ってたんですけど、こっちにこうなってる。そうです、そうです、状態。なるほど。
意外とユーティリティとかも打っとって比べると、はい、結構グッてきてるでしょ。めっちゃきてますね。あ、ま、もう相当ですね。それでやっぱり捕まりやすく重心がちょっとこう長いじゃないですか、はい、後ろに来てる分これがこうなりやすい。なるほど、ここの重心がこう左右するんですね。そうですそうです、そうです。なんで、とユーティリティもハンドファーストとだから7番アイアンぐらいの感覚で打つと、これ女性用のアイアンとか、うん、こう分厚いのあるじゃないですか、あれ捕まりやすい構図で重心低くして、あ、球の高さも出やすい。あ、だから、マッスルバックむずいっていうのはここペラペラだし、重心がもうなんか上の方にあるから球が、上がるっていうイメージが出て、昔のマッスルバックって多分ホーズルが長かったんですよ。あ、ここですね、はい。でやっぱそういうこう硬さが出たりとか、あ、って考えたら残り120のつま先上がりで右ピン全部条件揃えてもちょうどいい。つま先上がりね、行くべくして行っちゃってる。それをどう対処できるか分かってなかったんで、試合でちょっとパニック、自分が悪いみたいな、はい、はい、俺スイング今煽ったかなとかで、で次今度ってくるそれやろうとしたら今度右にドーンって、はい、あれ俺煽ってなかったってとか、もうどっちに行っていいか分かんない、はい、この間試合中そういうことになって、多分今練習来て平らなところでまっすぐ行くんで調子悪くなかったスイングに問題はそんなにないんですよ。ただその現状のスイングで例えばまっすぐ行くためのボールの位置がちょっと右に来てたり左に来てたり、それだけでもシャットに当たるのか左に当たるのか変わってくる、うん、同じスイングでボールの位置だけで、こういうのを理解すると、はい、やめっちゃ分かりやすい。鉛の張る位置とか、ああ、はい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 、例えばちょっと左に行きやすいからって言って、はい、ただ単に先っぽに貼ればいいんだ、トゥー側に貼ればとかって言うじゃないですか、はい、捕まらさない、はい、捕まえるならヒール気味とか、でもこの重心のこの位置のここに貼っても意味がないですよ、言ったら一番遠いところ、はいはい、だここに貼るとこっちが重くなるんでこうなる、そう、そしたらちょっと捕まりにくくなる、にくくなる、にくくなる、そしたらベッタベタ鉛貼ってる人いるじゃないですか、はいはいはい、あれ意味ないんですよ、意味ないですね、ほんともう2グラムとかもうこんなちょっとしたぐらいで、うん、もうこの先ぐらいのこれぐらいの四角がピトって貼るぐらいで、うん、めちゃくちゃ貼る、こっちに貼ればで逆にこっちに貼るとこっちが、はい、こっちが重くなる、重くなるから、だから遠心力かかった時にかぶってきやすくなる、なる、なるほど、これもクラブ、ウェッジにしてもアイアンにしても一緒、だからショートアイアンとかも先っぽに、あ、左に、あ、左に行くクラブってやっぱちょっと難しいんで、はははは、これショート、これピッチングじゃないですか、はい、ショートアイアンだからで、実際やっぱ打ってみてっていうのが大事です、ね、ああ、なるほど、打って、あ、それも自分の傾向、そうです、で、やっぱクラブもあるんで、じゃあウェッジも先っぽかっていうと違うんですか、ヒールに、え、変えた時にどうしてもワンピン右ぐらいにずっと飛んでいくあ、はいはいはい、で、はい、であと縦距離もちょっとこう、はい、右手前に抜けることあるので、あ、右手前にインパクトにかけてのこのローテーションがもうちょっとあってほしいな、うん、で、かぶってくるとロフインパクトロフトもちょっと立ってくるんで、はい、という関係でこうヒールに行ったり、あ、そういうお悩みの人はスイングでやるよりもほんのちょっとですよ、ほんのちょっとです、この薄いやつのほんのちょっとです、ほんのちょっとで変わるんで、変に自分のせいにしがちで、この間のラウンドからもそういう傾向が強いなっていうのは感じ、感じました、ました、あ、あそこが嫌やんでとか、前回治療で打ったけんなみたいな、あ、そうそうそう、自分のせいにしているのもこういうのが分かればちょっとなりやすい、まあ、球の位置とかでも変えてみたけどどうしても捕まらないとか右に行くとか、ああ、だったら最後はクラブとかにちょっとやる、うん、ああ面白い、捕まる条件が揃った感じ、まあ、そこに打たないっていうのもまあ一つと思うんですけど、そのティーショット、はい、ただミッションバレーってこう感じで、はい、振り回りも難しいです、ね、全部把握する、把握してそこに打つっていうのが多分できないんで、対応していくしかないですね、対応していくしかない、つま先上がり、ショートアイアンで、はい、右ピン、これどうなってで左に行く、左に行く、だったら最初の
フェースのセットアップ上げる方向を例えばピンに向けるんじゃなくて、はい、右のバンカーとかグリーン外かもしれないですよ。あ、右気持ちよく振ったら、はい、ちょっとプルしながらドロー系統でワンピン左に打つ。これでも右アプローチ寄せたい。そこが多分一番今足りてない。うわ、その勇気を持ってもう決めたら、それが OB かもしれない、はい、けどここであそこに打つには OB の上にフェースを向けないといけないかもしれない。なるほど。その勇気が足りないでセーフティーな方に向けすぎて、そこから逃げに行って逆に行っちゃったりとか、避けられないんですか。そういうのがすごく見えたんですよね。ああ、しばしさ。ああ、そういう舞台性。で、あとは決めたら 100% 勇気持ってやりきる。ミスしてももう受け入れるしかないです。じゃあもうこの間できたらちょっとこうやってそのまま開いてたで、手元が多分こっちある。はい。ちょっとこういう感じ。これはその分このちょっとじゃないですか。はい。たらグリップの幅に本分ぐらい、うん、エンドの幅が。いや、ここのベルトに向いてるのがちょっと関節寄りに向く。で、基本的にはでもグリップエンドの位置で、はい、そのままにしていて、言ったら幅がちょっとこっちに。あ、球がこっちに来ていいですか。ここです。あ、はいはい。で、逆に捕まえたいとき、はい、捕まんないなっていうときは、はい、そのままでボールの幅1個とかじゃなくて、はい、3分の1個とか4分の1個ぐらい、はい、これいつも通りこれとしたら、はい、これぐらい離す、これぐらい離す、左に捕まらない。うーん、円運動の中で遠心性かかってきてローテーションかかった、ここで当たるのか、ここで当たるのか、ここで当たるのかの違い。 あ、それはもうボールの位置でラウンドではやる。基本はもうだから朝の練習とかで打ってみて、あ、今日どっち目に出玉が出てるなとか、うん、そういうのを見ながら、あ、いつもより1センチ左だ、すごい微妙なところですけど、まあでも爪先上がりとかではいう、そうです。ボール中入れて勝手にこうちょっと反発気味だった。ちょっと短く持ってハンドアップする。長いとすごいトゥーアップしちゃうんですけど、はいはいはい、短く持って近く立って、つま先上がりでもそれが分かるとフェードも打てる。あ、そうなんですか。スイングは別に変わらない。基本もスイングは変えないと思います。ないそういう仕組みなんですね。もうそう、もうそう決まってる。このこれとこれと、そうです、全て決まってる。確かにそう言われてみれば要素がない。そうなんですよ。だからミッション難しいんですよ。ああ、あのピンはこうやって打ちたいけどこうなってると、はい、まあ、普段フェードを打つのとつま先上がりのフェードを打つのと難易度が違うじゃないですか。リスクが、左に引っ掛けるリスクがあるので難しく、逆に生かそうと思えば捕まえたいな、このティーショットからちょっとつま先上がりを探す。あ、はい、だから OB 打った方が暫定球絶対同じ場所で打っちゃダメですよ。もう頭真っ白になってさ、同じところに行ってやる。そしたらその過去のこの環境因子が同じ状況なので違うところに行ってると、また同じ球が出るリスクっていうのはすごい高くなる。早く打ちたい、つま先上がり。つま先上がり。つま先上がり、右ピン。早く打ちたい。逆も一緒です。つま先上がり。逆はまたちょっと違う。あ、違うんですか。逆は、つま先下がり。上がりは、ご覧の通り、左向こうです。セーブビデオ。それは、という側に斜面が来て、こう構えれないじゃないですか。うんうんうん、でも、下がりは、こうやって構えれちゃうんですよ。あ、別になんか要因が違うんですよ。なんで気をつけないといけないのはつま先下がりで、フェアウェイで打つとき、球が浮いてるときの、そうですね、違う違うでしょ、はい、フェアウェイから打つときに、はい、上からこう
打ち込む。ああ、はい、で、なんで右に行くかっていうのは、振っていく時の重心の移動がつま先に行きやすいんです。ああ、はいはい、当てに行くような。当てに行くとこうクラブがこう開きやすかった、右に飛び出しやすかったんですよ。それで右に行くんですけど、浮いてると、浮いてる止まっちゃうじゃないですか。ああ、はい、で、ひっくり返って左にかけて、浮いてる時は。左に行く原理が違うんですね。そうです。つま先下がりは足が止まりやすいんで、はいはい、こっちに行っちゃって右と浮いてる時にこういう状態ですよね。つま先下がりたりこうで右行くから出て左向いて、はい、あっていう。ああ、なるほど。だからちょっとわざとオープンに立ってわざともスライドしてあげるようなイメージで、あー、左に行ってあげると結構つま先下がりはボールコントロールしてる。はははつま先上がりでクラブを浮かす、浮かすってことは無理ですよね。背が高くなったんですか。それからでも少しでもそうできるように短く持った、はい、あー、短く持ってしたらちょっと球近づいたら上からちょっと浮かせていけば、したらその引っ掛けの度合いもめっちゃすごい。こんなんは無理だけど、無理、ちょっとのつま先下が、つま先上がりが短く持ったら最初で短く持ってちょっと近く立って、はいはい、気持ちいいハンドアップ、はい、そうしてあげると左ブロックしやすい、うん、であとはフェースはちょっとボールちょっとだけ中に入れてフェースが開くような状況でちょっとハンドファーストを作ってみて、で、これと真逆をすればつま先下がりはいいってわけじゃない。ない、はい、なんでかというとクラブが浮かせれるから、トップ側が、はい、浮いてるので関係ないですよね。はい、的にこうさせられる、こうなんじゃ別にこうもできます。こうも、そうそうそう、はいはい、なんでこうは立てないじゃないですか。こうは立てないですよ。ここ浮いた状態になるんですよね。で、なんでかっていうと振ってった時の自分の体重移動の方向が左のつま先に行きやすいんです。はい。こっちの方に。そうです。じゃあ、フェースこうやって開いていく。はい。で、右に飛び出しやすい。うん。ただ気をつけないといけないのが、浮いてる時ですよね。ボールがこの辺にいると、これ極端ですけど、まあ言ったら、フェースだってこうなるわけです。左も行きますよ、ね。はい。いや、本当に、これすごい。あ、ここのフェース、リーディングエッジっていうんですか、はまっすぐに見える、まっすぐに見えるけどフェースは実際にめっちゃ左に向いてるんです。大事なのは面の向き、はい、フェース面なんです。なんでつま先下がりに求められるのはボール近く立って、はい、で重心の位置がいつもこのぐらいで構えてたらちょっとかかとね、ちょっとこう、これはもう思い切って思い切らないんです。それもやっぱ自分の感覚と相談しながらかかと重心寄りにする、ちょっとかかと重心で離れるじゃないですかボールと、はい、その分ちょっと違ったんで分かる。これ見た目で分かる。俺が普段こうやって構える、普段平らなところでこうやって構えるね。つま先下がりやったらちょっとこうやってそれぐらい、ほんと1センチ2センチぐらいイメージ分かる。若干の違い、若干、その若干がすごい大事。自分の体の感覚で結構違います。そしたら左に振りやすいじゃないですか。うん、つま先にこうやって、つま先ちょっとこっちでいいよ。分かりやすい。今日はあの練習場で許可いただいてますんで、はい、あの特別に撮らせていただいてます。ジャンボゴルフセンター福岡さん、はい、撮影協力ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと こっちもこっちも使っていいと思ったので、つま先下がりで、まあ、普通に構えるときはこんぐらい、まあ、極端にやる、極端にするやるときは極端に、そう、つま先重心で振っていいんです。そう、オート取って立っていくじゃないですか。でこれと、まあ、こっちのつま先下がり用のかかと重心で、そしたら左にどっちかというとこれ振っていいんです。周りです。いいですよ、いいですよ。おー、じゃあどっちの方が安定してスイングできるか、つま先下がり、ちょっとこう、はい、重心後ろ、ちょっと後ろの方がコントロールしやすいです、はい、でインサイドアウト強くならないように左に振るっていうのを意識がけて、これだけで、これだけでペラペラってこう右に行かない、行きづらくなる、行
辛くて辛くて、あえてしかもこう左に振る意識だと程度っぽいスライス系統の球を打ってるっていう感覚になるんです。はいはいはい。なんでピンの狙い方もじゃあちょっと左に振ってそれを左に振っておけばイメージとやってることがあるんです。いや結構 YouTube で多分ですね、視聴者さんってアマチュアゴルファーが結構多くて、つま先上がりをプロから教えてもらえる人なんか少ないんですよ。じゃあってなったら YouTube 結構僕らもやっぱ引くんです、検索でつま先上がりの打ち方。あんまりなんかこうやってこういう理屈で教えてくれるとこなかったんですよ。特につま先上がりとかもう原理っていうか、原理が分かって、原理が分かると、うん、つま先上がりか、ちょっとめっちゃ打ちたい。こうまあ、対象が今みたいなそんなイメージで重心をこのこれを自分で理解してコントロールすると、つま先下がりをちょっとこうかかと重心、ああやってみたいですね。でこれを置くとあのピンに対してまっすぐ行くとかじゃないんですか、はいはい、保険がかけられるんですか、はい、左に捕まっていい時と、うん、捕まってほしくない時があるので、つま先下がりでも、そう下がりでも、上がりでも、だから右ピンのつま先上がりなのか、はい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 、左ピンの、確かに、言ったらハンドファーストが一つの要素としたら、はい、次、ハンドアップ、短く持ってハンドアップ、強いところとかは、もう積極的に両方して、消してあげないと、はいはい、で逆にやりすぎると、右に行っちゃう可能性は出てくる。あ、そうですね、嫌がりすぎて右、それはもう自分でやりながらこれぐらいのつま先上がりはこれぐらいだっていうのを見つけてほしいんだとか、そう、あくまでこれが方法なんで自分の感覚とのすり合わせは必要。傾斜を攻略するにはまずこういう力学を分かって、まあまあ対処法としてはもういろんなこう対処法を操るしかないの、一つ一つこう足し算引き算してやっていくと、はあ、分かりやすい。それをラウンド中にさらっとしてるからうまくいってるっていうプロ。なんでこう左ピンで、まあ、コメントにもあったんですけど、はいはい、左ピンの時は成川プロ絶対右に打ってますね、全部ピンにまっすぐ飛んでいけじゃなくて、じゃあ2メーター、3メーターの右サイドからのバーディーバットを何回往復打てるかとか、ベタピンバーディーイエーイじゃなくて、あーですね、そうですね。なんでこの間みたいにパターがいいときはああやってリックスコアが出るし、なるほど、でも調子悪くても叩かない、そうです、そういうコントロールがやっぱ試合に出てると必要になると思います。なんかスイングスイングってなっちゃいがちなんですけど、大事なのはもう面とボールがあって、それがぶつかってどういうふうに飛んでいくかというのがボールです。時間がなくて練習に行きづらいとか、まあ、ラウンドしか行けない人が結構いると思うので、うん、まあ、こういうコツを使って上達できるかもしれません。かなり違うと思います、はあ、そういった情報もインスタグラム、成川プロのインスタグラム概要欄に貼ってますのでフォローお願いします。お願いします。それとこの動画がいいなと思った方、グッドボタンたくさんください。チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。違うのは最初に振り幅はフルスイング、僕の師匠が作ったんですけど、すごいね、これ玉数で塗りつぶしていきますけど、ドクター並かわいいね、ドクターいいのがいます。あ、そうね、そのままでいきます。